こんにちは、ジールの海外です。今回紹介するお車なんですが、京都府のお客様からご注文いただいた新車ボクシー ZS。 あ、 ZS? はい、今回の ZS です。こちらで路上コンクリートカーを製作していきたいと思います。はい、これで撮影者が終わりました。これがフロントグリルとフロントリップとリアのリップ。はい、なんかこれグレー、グレーです。うん、でこれが一応下地の塗装になります。あ、下地。はい、これしたらどういう意味があるの？エアロはもともと巣穴っていう細かい穴があるんですけど、この撮影者でしっかりとその他の細かい巣穴を埋めるという形にはなるんですけど、完成して、まあ、お車に取り付けた時にやっぱりもうこれやってるとやってないでは全然仕上がりが違うんですよ。なんでうちはもうこういった感じで全部サフェーサーを塗って、まあ、仕上がりを、まあ、できる限り良くなるように作ってはいます。あ、下地作業もきっちりやって仕上げていくっていう、そういうことです。続いて足回りですが、今回は RSR 製のダウンサスをお選びいただきましたので、こちらもつけていきたいと思います。はい、はい、サフェーサーが乾燥し研ぎ終わったので、今回はブラックのお車になりますので、ブラックのベースカラーを今から塗装していきたいと思います。はい、はい、これで塗装が完了しました。はい、で今回はこちらの車に装着していく予定なんですが、まずフロントから装着していきます。うん、でフロントグリルなんですが、この純正のグリルを外さないとダメなので、フロントバンパーを外して装着していきます。はい、でその際にシェアスタイル製のシーケンシャルウインカーもご注文いただいているので、並行して作業をしていきたいと思います。 OK、 行きましょう。やっていこうか。レッツゴー。はい、これでフロント部分のエアロの取り付けが終わりました。はい、今回付けたのはフロントグリルとフロントのスポイラーになります。うわー、全然顔つきが変わったな。エアロラックだけで、まあ、こんなに、まあ、印象がガラリと変わるんです。ほんまやな。で、ついてるところが、まあ、ここまでが純正バンパーなんですけど、ここの部分から下がエアロがついてるっていう感じですね。へえ、はい、下側の純正のバンパーのメッキも全部隠さず、はい、ちょっと残ってる。はい、ちょっと残してるって感じですね。でフロントグリル部分はノーマルを外してごっそり入れ替えみたいな感じで、はい、ああ、上のフードトップモールも、あ、交換、あ、ってことは分割？そういうことです。へえ、上の部分と下の二分割になってます。わあ、いかついな、真っ黒で。ウインカーもつけた。ウインカーも、はい、つけました。一回光らせてみますね。うわー、ほんまやな、流れてる。こんな感じで。いかついなー、これ。これはもう本当にいかついですね。はい、ではフロントのスポイラーをつけ終わりましたので、続いてリアリップスポイラーをつけていきたいと思います。はい、なんかこれ真ん中穴開いてるの、何これ。真ん中にもともとソナーが
ついてまして、それをまあエーロをつけてしまうとここが被ってしまうんで、リアの粉を移設しました。へえ。ああそこにあったら隠れてしまうっていうこと。はい、そうです。へえ。なんでまあここからここに移設っていう形で、へえ、これやったら避けます。なるほど。はい、マイナーチェンジ入ってから適合負荷になったエアロメーカーも増えたもんな。そうですね。ただ当店ではこういった形で移設して取り付けは可能です。さすが。はい、なんでリアもつけていきましょう。おう、はい、ということでリアのエアも装着が終わりました。お、ほんまや。はい、先ほどのソナーの穴もしっかり隠れてます。お、ほんまや。新しくつけたソナーももうドンピシャの位置で、へえ、はい、で、今回ですがロジャムコンプリートということでホイールもロジャム製のホイールを装着します。あ、そうね。はい、で、プラスで G オリジナルタイパーカバーもご注文いただきましたので、そちらも取り付けていきたいと思います。おいっす。はい、以上で完成しました。へー。ご覧の通りホイールとキャリパーカバーを装着完了しました。やっぱガラッと変わるな。やっぱりもうエアロとやっぱこういったホイールとかでイメージが全然変わるんで、お客様好みに仕上げることができます。さすがやな、はい、ちょっと前から見ていこうかな。あ、わかりました。まず真正面から、はい、真正面から見ていただくとここの部分ですね。まず、ロジャム製のフロントグリル。男前やな。で、下には、ロジャム製のフロントリップスポイラーが装着されます。まあ、ちょっと出っ張ってる感じにはなるんで、ちょっと迫力があるようにはなってます。うん、ダウンサスやし、そこまで木も使わんような車高やし。そうですね。街乗りもしやすいような車高にはなってます。で、横見ていただいたら、ロジャム製のレバルト。G のオリジナルタイパーカバーのイエロー。ほんまやほんまや。今回はイエローやったんや。今回はイエローです。で、まあお好みによってレッドやったりグリーンやったり、まあ今回オーダーカラーもできるので、その辺はお問い合わせいただければと思います。はい、はい、そしてリア周りですね。はい、はい、今回リアもロジャム製のリアスポイラーを装着しております。はい、今回は塗り分けもなし。もう真っ黒で、今回は黒で統一してエアローを装着しました。はい、はい、続いて今回の内装の紹介なんですけど、はい、今回はサイバーナビの10インチのナビとバックカメラ ETC。 でかいな。やっぱり大きいですね。もうこれぐらい、やっぱこのサイズが入るっていうので、やっぱボクシーを選ばれる方も多いので、やっぱもうほとんどの方はやっぱ10インチですね。確かに。はい、うち9割超えてんじゃん。9割9分ぐらいいってるかもしれないですね。はい、うん、でまあ今回プラスオプションでドライブレコーダーを装着してます。はい、今回のドライブレコーダーは駐車監視機能付きです。ああ、じゃあ今も撮影してるってこと。はい、もうこれ今撮影中の状態です。へえ。なんでまあ最長12時間まで駐車監視できるんで、夜間も安心みたいな感じですね。へえ。もうドライブレコーダーも最近つけるお客様増えたもんな。そうですね、もう特にやっぱ前後つけられる方も多くなってきたんで、必須アイテムになってきましたね。そうやな。はい、今回 ZS ですが、オプションでデュアルパワースライドドアをつけてます。ああ、だから両側電動になってるっていうこと。そういうことです。へえ。でセーフティーセンスももうついてんねや。もちろんついてます。へえ。はい、以上が今回の車の装備になります。はい、で今回ですが、京都府のお客様からご注文いただいたボクシーで、そちらの、まあ、入庫からロジャムコンプリートが完成するまでの一連の流れをご紹介させていただきました。はい、こういった形でコンプリート側のご相談もどしどしお待ちしております。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。